2012年2月まで大阪本社が入居していたデジタルエイトビル株式会社エキスプレスはテレビ番組の制作、技術協力などを行うプロダクションである。番組のスタッフロールではエクスプレスと表記される。1961年創立。各放送局のテレビ番組の制作、技術協力で全国展開を行っている。プロ野球、ラグビー、ゴルフ、サッカーなど、 スポーツ中継や著名アーティストのライブ中継のほか映画制作にも積極的に携わっている。1998年の冬季長野五輪の国際映像制作でボブスレイリュージュ会場を担当以来シドニー、北京とオリンピックの映像配信で一役買う。所有する HD 対応中継車は大型4台、小型1台を所有。 さらに音声中継車も一台所有しており、いずれも大阪文み市しにある千里オフィスに常駐している。なお、グループ会社については外部リンクを参照のこと。2009年時点で3チャンネルを運営していたが、2010年5月に当時ビクトリーチャンネルを運営するスカイビジョンに譲として一旦衛星放送事業から撤退した。その後、スカイビジョンが 衛星放送送信事業から撤退することになり、2012年12月に、スカイビジョンから2チャンネルを譲り受けして、運営を行っている。ありがとうございます。